自転車乗り始めていきなり整地じゃなくて不整地の田んぼのあぜ道とかを走ってるのが好きで、それを見た父がまあこういう競技あるんじゃないかって調べてくれて、でまあ5歳ぐらいから大会に連れてってもらったっていうのがまあ始めたきっかけだと思います。ちっちゃい時はもうなんていうんですかね、連れてがれてったっていう感覚が強かったんですけど、まあ大きくなるにつれて成績も出るようになって、なんかまあその成績を維持したいとかそういう感覚でやるようになりましたね。なんか自分と自転車が一体になって気持ちよく飛べたとか、イメージ通りにできたっていう時の方がやっぱ楽しいですよね。あ、やっぱ大きくあると思いますね。やっぱ環境だったり、あの飛べる距離だったり、あとはメンタル面でも、プロでやっぱお金もらってやってる選手ばっかりなんで、やっぱりこう勝たなくちゃっていうプレッシャーの中で戦う感じは向こうの選手の方が強い感じしますよね。夢とか希望的に言うならば、自分がチャンピオンシップで表彰台に上がりたいっていうのはありますけども、ちょっと難しそうなんで自分と一緒に練習して自分が覚えたノウハウを叩き込んだ子らが将来表彰台に上がって日の丸でも上げてくれたら嬉しいなとは思ってます。はい、4月の13、14に愛知県の新城というところで全日本選手権があるんで、そこで去年も優勝できた大会なんで、ぜひ2連覇狙っていきたいと思います。